それではほとんど塗装が終わったんで、とりあえず組み立てていこうと思います。だいぶ組み立てたので、今度はシールを貼っていこうと思います。とりあえず組み立てが、ある程度終わったんで、トップコートをしていこうと思います。で、トップコートなんですけどウレタンを使うんで、ちゃんと防毒マスクもしてやります。それではトップコートが終わったんで、ある程度組みながらワックス掛けをしていこうと思います。今回は研ぎ出しはしません。ワックスのみで、ウレタン塗料を塗ったんでだいぶこう艶が良くはなってるんですけど、脂肪自体はどうしても消えないかなという、あとちょっとウレタンでの若干塗りがちょっと均等じゃないところもあるんですけど、よくできたんじゃないかなと思います。で、とりあえずちょっと組みながらワックスをかけながらやっていきます。とりあえず完成しましたんで、あとまたお立ち台に乗せて見ていただこうと思います。ちょっとポージングはしようと思うんですけど、でかくて動かないんで、とりあえずこのまま乗せて見てもらおうと思います。